おはようございます、今日の話は上坂徹さんの成功者3000人の言葉という本の中から人は顔つきで選べという話です。人には顔つきというものがあります。これは顔そのものとは別にあって、この両方から顔は作り上げられている。文句なしにイケメン顔なんだけれども、どっか怪しいところがあるように思えてならない。顔そのものは必ずしも美しいというわけではないけれど、とても素敵な顔に思える。人の顔を見ていて、そんな印象を持つことがあるのではないかと思います。顔形とは別に、その人の性格や考え方、教養、品性や器、さらには過去にはやってきた行動を表しているのが顔つきと言ってしまったら言い過ぎでしょうか。私はもう20年以上にわたって毎週のように知らない人と顔をつき合わせ、じっくり1時間2時間とインタビューをする仕事を続けてきました。そうしているうちに人の顔にとても強い興味を持つようになりました。そしていつ読んだかわからないくらい前に読んだ本ですけれども、その中に、友達は顔や肩書きで選んではいけない、顔つきでこそ選べという話がありました。顔でもなく肩書きでもなく顔つきで選ぶ、取材で聞いたわけではありませんが、これは間違っていなかったと思っています。感想学藤木宗玄先生の顔つきについての言葉があります。男性でも女性でも人気のある人、周囲から協力を得やすい人はほとんど例外なくいい笑顔の持ち主です。笑顔は運を呼び込めやすいのですが、これは笑顔になることを齟齬を崩すということからもわかります。誰でも心から喜んで笑顔になると、目尻や眉が下がり、唇の形も変わります。つまり顔の層が変わるわけですが、良い層、運のつきやすい層に変わるというわけです。層を好まず崩すのが笑いの本当の意味と言ってもよいでしょう。ただ同じ笑いでも、霊笑、嘲笑、含み笑い、炎症などには暗がつきまといます。心の底から笑い人は暗に支配され、層が好まず崩れないのです。霊笑、嘲笑、含み笑いなどはその典型ですし、女の人が人に媚びを売る場合の炎症も、相手を自分の都合のいいように利用しようと思うから、そういう笑いになってしまうのですね。生き様は必ず顔に出ると言われています。どんなに表面を取り繕っても、その人の内面が出るんです。それは若い頃はあまり分かりませんが、50代60代を過ぎたあたりからそれははっきり現れます。誠実さや謙虚さ、思いやり、温かさ、優しさ、おおらかさといった名の人間性、逆に不誠実さ、不遜、偉そう、冷たさ、意地悪、ずるさ、腹黒さなどの暗の人間性が出るということです。じゃあ今日これで終わります。